はいはい、こんばんはでございます。音声の方は聞こえておりますでしょうか。ほいね、はい、にゃーということでね、はい、こんばんは。はい、ですね、はい、ん、あれ、あれサムネイル出てなかったっけね。ね、はい、あれなんで消えてんだろう、謎だなぁ。はい、こんばんは。はい、イエナさんこんばんは。はい、お父さんということで、はい、こんばんはでーす。チャージャさんこんばんは。はい、カオルさん、おじいじってなんだ、おじいじって。おじいじ悲しいなぁ、まあね。ちょっと待ってくださいね。ですね、今日は、あれ、なんだっけ、無術地でした。あら、医療現場における、言語だね。はい、ちょっと待ってくださいね。今入れますね。言語の、あ、はい、バカナさんこんばんは。はいはい、ちょっと待ってくださいね。バカナさんこんばんは。自分で回転会。うん、ね、はい、ちょっと待ってくださいね。はいはい、今ね、ちょっとね、ちょっと、あれが入っておりませんでしたね。テロップが、はい、ということで、はい、こんばんは。はい、若野さんこんばんは。皆さんこんばんでございます。はい、ですね、今日はセンター試験がね、いよいよありましたね。どうだったでしょうかね、ね、出来具合というかね、うん、まあ、一応ね、まあ明日まだありますけどね、まあ、うん、まあもうあとはやるしかないね、まあそんな感じですかね。はい、ね、ね、もしなんか今日ね、ちょっとできなくてね、なんかこうちょっと悔しくて起きて勉強してる人ね、うん、寝た方がいいですよ。明日も頭回んなくなっちゃうからね、またさらにね。うん。そう。そう、できることやるだけですよ。ね、ほんと。もう当日とかも前日とかにもあがいてどうなる問題じゃないからね。うん。ね、ぜひね、こう、明日2日目ですけど、頑張っていただければなと思います。はい。ね、って思います。ということでね、今日はですね、まあ、ちょっとね、タイムラインで目にした話題から、ちょっといきます。ですね、はい、うん、一番辛いやつ、二日目、いや、それじゃない。それじゃない。うん、あれ、二日目って何やんだっけ、科目。なんか忘れた。うん。ね。一応、うち1200点だったからね。ね。はい。ということで。ね。まあ、ね、なかなかね。楽しいですけどね。まあね。結果がそれなりにね、出るからね。Fuck my birds are carrying me.なんだろう。はい。あ、みことさんこんばんは。ね、頑張れセンター試験組ということですね。うん、これわかりますか。なんだろうね。なんだろう。はい。ってことで始めていきます。はい。ですね。あ、そうね、そういうことですね。はい、医療現場における言葉の意味でございます。うん、うん、もろに書いてみたってことでね。うん、まあそうですね。はい、うん、英語はね、正直言ってね、通じますよ。ただこっちの言ってる英語は通じるんだけど、向こうが言ってる英語が何言ってるか分かんないっていうのが結構多いですね。うん。
もちろんその英語を母国語にされている方々っていうのは、まあ、そんなことないんですよ。例えばそのオージーだったりとかニュージーだったり、あとねフィリピンだったりとか、まあ、もちろんアメリカイギリスはもちろん当たり前なんですけれども、その辺はね、まあ、例えばそのほらアメリカ式イギリス式って英語はありますけれども、ね比較的ゆっくり喋れば英語は通じます、日本人の英語であれば。うん、こうね、あんまりそのほら普段慣れてないのに早く喋ろうとすると日本人の英語はすごく聞き返されますけれども、なんていうのかな、こう日本人だってバレる英語かな、日本人の英語ってのはね。うんね、はい、閲覧1名様こんばんは、お茶ありがとうございます。はいね、まあ、ただね、通常のその日常の会話するのはね、まあ、大したことではないと思うんですけれども、会話でもね。で、やはりね、問題になってくるのは、その、医療現場においては医療用語の英会話ですね。うん、医療用語の英会話が、やはり、まあ、以前はね、その、行動救命センターであるとか、まあ、比較的ですね、その、工事の病院っていうか、まあ、その、大病院ですよね。英語母国語と、そう、それなんです。英語を母国語としてない国の方々とのコミュニケーションがこの世で一番難しい。そう、相手の語学力によるから、すごくね、こう、相手も一生懸命ね、喋ってくれているので、こう、聞こうとはするんですけれども、ゆっくり喋ってもらっても何言ってるかわからないのが、香港の方はね、結構その英語流暢に綺麗な英語で聞きやすいんですけれども、チャイナの本土の方に行ってしまうとね、ものすごい癖があるんですよね。で、正直言って何を喋ってるかわからないっていうのがありますね。うん。で、あと訛りが激しくてわからないオーストラリアの英語とかね、まあいろいろあるんですけども、まあその中でもね、そう、何が言いたいねんってなるんですよ。そうなんですよ。で、しかも自信満々に喋られちゃうから、ありゃって感じなんですよね。そうそう。医学用語が、こう、使えないなら使えないなりで、こう、うまく医学用語なしで伝えないと逆に相手にも伝わらないわけじゃないですか。当然、その、英語を母国語としていないね。で、英語をお話しされてるんでね。そう。あ、日本語と英語わからない、そうですね。中国の患者さん、南米系の患者さん、筆談でしか対応しようがありませんでした。そうだよね。うん、まあ、それが一番か確実かなとは思いますけどね。正直なところね。で、やはりその周産期センターとかだとですね、まあ、もう、そうだね。もう10年以上前からかな。まあ、数は今ほどいませんけど、やはりそういう壁とかはあって、ただね、以前は、その英語圏を母国語とする方じゃなくても、英語が通じたんですよね。で、最近ここ昨今はですね、まあ5、6年ぐらいは、全く、なんていうのかな、片言でもね、通じてくれればいいんですけれども、という方もね、結構登場してきまして、で、ね、翻訳機を使っても翻訳機が認識できないようなね英語をお話になる方っていうのが結構ね増えてます。うん、本当ね、ねオリンピックの時は本当にねちょっときついかなって感じはしてるんですよね。うん、あ、今日寒いですか、あ、なるほど、そうなんですね。そうなんだよね。旅行中の外人さんに旅行通訳者ついて、受信してるのを見たけど、受付ちょっとやりとり怪しかったってね。まあ、ありますよね。比較的やはりね、我が国に関して言うと、まあね、かなりな国の言葉を翻訳できる方っていうのはいらっしゃるんですけれどね。で、特にまあ中国語に関してはまあいらっしゃるんですけども、中国語って一言にくくってもね、北の方の北京語からね、それから上海、
まあそれからね、まあ香港とかね、に近い広東語とかね、まあもうそれだけでもね、びっくりなんですよね。どうしたの、イエナさん帰るって。帰っちゃダメですよ。ね。はい。いやね、もういろいろね、ちょっと思うところはね、ありますよね。いやだからね、まあそれを、まあそんなこと言ってても始まらないので、こうどうね、あのコミュニケーション取るかってことが非常にちょっとこう重要になってきてまして、まあ正直言って中国語はね、片言も怪しい私ですから、正直言って字書いてもらった方が分かりやすいですもんね、あの中国語をね。ただその、中国のその広東とか、まああれですよね、その辺は、漢字逆輸入してるんで、漢字が逆に通じないことなんかあったりとかね、簡体文字って言って、いわゆる略字みたいなものですよね。そういうのがね、あったりとかするんで、書いてもらうと、またこれまた余計わからないとかってことも起きたりするんですよね。ただかといって意思疎通をしなきゃいけないと。で、意思疎通しないと、こう何にもできない時あるじゃないですか。これが非常にね、難しいとこですよね。まあ、ガンダムの世界はね、一応英語で統一されてるという設定ですよね。確かにね。ヒッピーさん、こんばんは。はい。カメさん、お茶ありがとうございます。こんばんは。ね、まだ筆談でね、身体の絵とか描いてね、どこが痛いとかね、熱があるのかとかは、まあね、その辺はね、わかるんですけどね。あ、メロンパンダさん、こんばんは。はい、ラスカル語は隠語って、いや、その、別に隠語じゃないんですけどね。別に私、多分ですけどね、あんま自信ないですけど、一応日本語を喋ってるのかなとは思ってますけどね。ちょっとこうなんか、やっぱ口が痛いと、滑舌がものすごく悪くなってですね、何喋ってるのか自分でもわかんなくなって、ありゃりゃりゃってなっちゃいますけどね。ビビビペイってね、カトちゃんペイって、だから、もうすいませんね、もう毎日なんか一回言うようになっちゃいましたね。お支払いはカトちゃんペイですってね、言ってみたいもんですけどね。まあ、知ってる人がいないからね、笑ってもらえるかどうかわかんないですけどね。ポケトークって医療用翻訳あるけどね。まあ、ありますね。まあ、あるにはあるんですけど、これがね、面白いことが起きてまして、どういうことかっていうと、医療用語の、こう、まあ、翻訳のそういうソフトとか、いろいろあるじゃないですか。ポケトークも含めてね。で、逆にその、英語を母国語としている方っていうのは、それで全然通じるんですよ。ところが、英語を母国語としてないと、元々が、一見流暢に話しているように見えるんですけども、そういう医療用語とか、いわゆる、ビジネス用語とか、日常使わないような言葉を出してしまうと、もう全くわかんないんですよね。英語を母国語としない方と英語で会話をし始めると、そこがネックなんですね、これがね。問診票中国語の本を置いてある病院ありましたね。それが一番早いからだと思うんでね。そう。まあ、すべてに対応できないのがね、やっぱ難しいかなと思いますよね。まあ、そう、今書き込みいただきましたけれども、最近ね、すごく思うことは、問診票に中国語の本とか、やっぱり置いてある病院が出てくるっていうのは、それが一番早いからかもしれないね。で、ほら、私は正直言って必要ないと思うんですけども、例えばその駅とかで、4カ国語放送をやるじゃないですか。日本語、英語、中国語、それから韓国、まあ朝鮮語ね。の3つやるじゃないですか。あ、イエナさん逃げた。ダメだよ。ね。で、なんでそういう風な組み立てになってるのかなってよくよく考えたんですけど、その3つは難しい。まあ、韓国語に関して言っちゃうとね、ほとんど日本語と名詞変わらないんで、うまくやればね、なんとかなるんですけどね。あ、100円均一で売っているデフォルトの中国語の本。これは本物ですか？意味深だな。ね。
まあ多分ね、まあ、チャイナの方はね、まあ、まずそれ聞きたがるでしょうね、これは本物ですかってね。まあ、まずあの本物に出会うのが難しい国だからね。そう、ね、はい、ね、はってことでね、はい。まあ、そんな感じなんですよ。だから結構ね、その現場で英会話とかね、英会話できる人間がいても、こっちの話していることは向こうに通じる、だけれども向こうの話していることがこっちが限りなくリスニングの能力を上げていても厳しいなーっていうのが正直なところ。だから本当に英語圏の人とね、話している分には全然問題ないんです。フィリピンの方とかはね、かなり綺麗な英語を使われるので、ほらフィリピンの方って結構英語のね、レッスンとかをされてたりとか、あとフィリピンでこう留学受けて英語のレッスンしてたりとかっていうぐらい、フィリピンの方ってすごく英語上手なんですよね。あ、ナンクルさんこんばんは。はい、本当はタガログなんですけど、なんだろう、タガログちょっとなんか地域によってものすごい差があるんですって。だからフィリピン、やはりアメリカの統治下の時代が長かったので、英語を話せるんですよね。そう、そうそうそう、タガログ語はね、崩したスペイン語、で、しかもそのスペイン語が分かっててもタガログ語はいまいちよく分からん。そう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 、ね、はい、そう、フィリピン人はね、英語得意な人が多いのと、あととにかく聞きやすいんです、フィリピンの方の英語っていうのはね。アメリカ方の英語で、まあレッスン受けるんだったら結構フィリピン人はおすすめかなとは思いますね。すごく発音も綺麗ですし、聞き取りやすいし、あとやっぱり元々がね、本来母国語じゃないんで、まあ第二言語にはなってるんですけどね、フィリピンの。ただやっぱ綺麗なんですよね、フィリピンの方の英語ってね。そういうのあります。はい、だからね、まあなんていうのかな、そういう風にね、使ってる方だったらすごい聞きやすいんですけれど、なかなかね、あね、そう、インドの方はね、あ、でもインドの方はうまいよ。やっぱりね、インド人すごいなと思うのは、ね、やっぱ数学できる人もすごく多いけど、やっぱ英語がね、聞きやすいですよね。まあ、フィリピンと違う意味でまた聞きやすいですよね。そうそう、フィリピンの方はね、本当ね、英語聞きやすいですよ。本当にね、フィリピンに短期英語留学とかも流行ってますよね。そうですそうですそうです。聞き取りやすい、確かにね。はい、ナチさん、お多重ありがとうございます、こんばんは。だからね、結構ね、その言葉の壁っていうのがね、その出てくるんですけれども、結構ほら、私も昔結構ね、その仕事で海外行ったりとか、まあ、あとね、まあすごい若い時にバックパッカーとかしましたんで、まあその辺はね、こう事情とかわかるんですけどね。あ、日本語もね、日本人、そう、インド人はね、面倒な話になるとね、前世の持ち出すよね。まあちょうどそれはそれ、昔から。ある意味、インド人の強みだよね。ガセ日本人。ね。ガキョウ、ナヌン、イムニダだけ挨拶してる。まあ、いいんじゃないかな。そう、日本語がね、一番難しいんですよ。なんだかんだ言ったって。日本語を使してる、日本語を使いこなしてれば、我が国民が多言語を学ぼうとした時に、他国の人が日本語を学ぶよりはるかに早く学べます。パンにハンサムにであってね、まあそういうね、韓国語もね含めてね、韓国語は早いと思いますよ、日本人勉強するの。本当に日本語に似てるところいっぱいありますから、単語とか、絶対やったら早いと思いますね、勉強するのね。はい、
友達が2週間フィリピン途切れる、降ってましたなのでよろしくな、いろいろ話を聞いています。なるほどね。そう、韓国語はね文法が似てます。ただあのねちょっとねその発音の仕方でね、母音と子音の使い方が独特なんでね、あの韓国語ねそこさえ分かっちゃえばそんなに、あの結局文字が発音記号みたいなもんですからね、救急隊員さんとかね本当いつも大変そうですよね、多分病院より大変なんじゃないかなと思います。まあアホすぎるということで、そうね韓国語は勉強が楽ってみんな言うけど学びたくないにだアレルギーね。タマさんもいもいです、こんばんは。はい、工業局的な、なるほどね、ね、タマさんこんばんはということでね、はいはい。でまあね結構その言葉の壁っていうのはありまして、でねやはりあのまあ観光とかね旅行とかで来られた方っていうのはねまあまあそれなりになんですけど、意外にね住んでる方とかあとそのね旦那さんがね旦那さんとかを、まあ、奥さんまあどちらか日本人であればあんまり発生しない問題ではありますね。ただなぜか両方とも外国人なんですけど、まあお仕事の都合でね、日本に住まれてる方っていうのが、まあ、相当数今います。ね。あ、攻撃の勢いでしたってことでね。はい。で、そうそう。新宿線か。まあ新宿線はね、大久保ありますから、二田さんたち多いですよね。まあこれからどんどん増えていくと思いますね。まあ確かに取引はしたくないかもしれないですね、コリアンね。はい、いえ。ああ、根拠好きってことでね。はいはい。ちょっとね、今の雰囲気でね、好きになれって言われてもね、ちょっと難しいやね。やっぱそれはヘイトとかじゃなくてさ、だって今の関係見て好きになれってそりゃ無理だよね。言ってみるとね、そんなに悪いとこじゃないんですよ。ただ女性は気をつけた方がいいですね。そう。まあそうだね。川崎だと多いね。昔はね結構良かったんですよ、川崎の韓国人街でね焼肉安くてね昔良かったんですけど、今ちょっと怖いとこになっちゃいましたね。昔は本当にね私随分食べました、あの辺で。川崎の韓国人街の焼肉安くてうまかったんだけどね。本当だよね、嫌いと言ったらヘイトになるこの社会嫌い。なんかだんだんアメリカみたいになってきちゃって、なんかこうね、なんていうのかな、自国民が非常に居づらくなるっていうなんか不思議な現象が起きてきてるよね。なんかね、アメリカではあれらしいですね、ハッピークリスマスとかメリークリスマスって言っちゃいけないらしいですね。ハッピーホリデーっていうらしいですね。全く意味がわかんないですけど、何がハッピーホリデーじゃっていうね。まあ仙台から出てきたらね、ね、半島の方多すぎて驚いたって。そうですね、私もそうかな。ものすごい驚いた、正直言って、それに。アンガウル州では、パラオ共和国の公用語であるパラオ語と英語のほか、日本語が公用語となっているとしたとき、知って驚いた私です。そうね。そうなんですよ。パラオの方っていうのは、パラオ語っていう言葉を、まあ、話になるんですね。ただ、パラオ語っていうのがもともとなんかこう、英語とね、なんか日本語がミックスしたところがあって、日本語の名詞とかね、あと形容詞がそのまんまなんか、ね、定着しちゃってるっていう非常に面白いとこですよ、パラオっていうのは。あとね、なんだろう、
パラオの人たちって、まあ一時すごく中国人のね、観光客が多かったんですけど、今全くパラオ行かないんですね。うん。まあ理由はいろいろ政治的背景があるんですけど、でもね、あの方々ってすごくこう、あの外見的に似てるじゃないですか、日本人、韓国人、中国人って。でもね、すぐ見分けられるんですよ、パラオの方って。すごいなぁと思う。地元だから麻痺してるよ、伊勢崎長者町のコンビニも牛丼店もラーメン屋さんも日本人がいない。最近ね、店員さんが本当にね、減りましたよね、日本人のね。怖いよって。警備ブリッジね。そう、パラオのね、橋でね、警備ブリッジっていうのがねあったんですけれども、まあね、韓国が受注してね橋作ったんですけどね、5年ぐらいですかね、でちょっとひびが入ってしまって、で修繕をねお願いしようとしたら、もうすでに韓国の会社なくなってましてね、じゃあちょっと日本が ODA でということでね、直してね、ちゃんと橋建て替えたっていうのがありましたね。はい、私の家はパラオじゃないですよ。はい、中1です。イユータのコンビニも息子から教わりました。あ、なるほどなね。神奈川はねちょっと増えましたね。神奈川の特にまあ、川崎は一番顕著に、もともと韓国人街がありましたから、やっぱりね増えやすかったのかな。私も分かりますよ、何人か。ラスカルブリッジ違う。はい、崩落事故でそう人犠牲になってますよね。本当ね、あれは本当気の毒ですよね。国外の観光地に行くとコリアン多いな。しかも喋りがキンキンした英語。あ、そうなの。あのね、コリアンの英語もまたこれがね、なんだろう、なんていうのかな、あのね、ゆっくり喋ってくれればわかるんですけど、なんていうのかな、やっぱ聞き取りにくいんですよね。あります。だからね、もうその英語の喋り方ですぐわかるっていうのありますね。崩落事故で人犠牲になってます。そうなんですよ、警備ブリッジね。まあ、それ言っちゃうとね、あのブリッジにちゃんとなってるかなって言われると、コリアンは自分の国の中の橋もですね、風が吹くと揺れる吊り橋とかですね、ねじれるんですけどね、そんな橋があったりとかしますからね。中国人の日本語、早口でイントネーションが違うと聞き取れない。そうなんですよね。まあ確かにね、結構大変ですよ。日本語学校へ丁寧に通っている外国人は日本語が丁寧。そうですね、本当におっしゃる通りです。外国人の方でもそのちゃんとね、本当にこの、まあ、我が国が好きで、ちゃんとねここでまあ生きてこうって考えてらっしゃる方って、ちゃんとね日本語学校行かれてね、きちんとこう勉強というか、まあね、その綺麗な日本語を学ばれてるんで、逆にこう私たちより綺麗なね美しい日本語を話したりしますからね。はい、怖いよって、いや怖くはないですけどね。はい、28分お知らせありがとうございます。はいね、まあ、そういうのがね医療現場でもねあります。で、まあそのね普通にこう会話のね英語だったら、まあ問題ないわけですよ。英会話程度だったらね、私もごくごく普通にできますから問題ないんですが、ただもうほら、ね、状況がね、切羽詰まってる時が多いじゃないですか。で、結構ね、その一生懸命話してくれるんだけれども、早口でよくわからなくて、結果としてね、なかなかこう伝わらないっていうのがね、やはりこう、まあ、英語を母国語としない外国人と、やっぱ日本のその医療現場とのやりとりなのかなっていうのは思いますね。まとめると、ワイはコリアン嫌いって言われてもな。あ、私ね、コリアンが嫌いじゃないですね。どちらかっていうと、もう反日を丸出しにしてるコリアンが嫌い。じゃあなんでお前ら日本にいるんだよみたいなコリアンが嫌い。
そう、そう、うん、そうよ、韓国の方ですよ、うん、ね、なんだろう、一緒くたにね、別に私はあのホリアン嫌いなわけじゃなくて、なんていうのかな、ちなみにあの結構日本のことを好きな人とか、おじいちゃんおばあちゃんに聞いてて、ちゃんとその日本と韓国の昔のその関係の良さっていうのを知ってる方は結構若い人でいなくはないんで、うん、そういう人もいるんですよ。うん、それはね結構覚えておいていただいた方がいいと思いますね。意外とね親日な方は韓国には多いです。うん、ただどうしてもね。世論がね、それを許さない国なんだよね。そう、そうそうそう、今書いていただいてますけども、彼らはね、そう、日本人をね、憎むようにね、教育されてますから、まあ、それをね、やったのはね、実はね、GHQ なんですよ。で、そのね、GHQ の、まあ、なんていうのかな、まあ、私の言葉で言うと、まあ、GHQ の地雷って言い方しますけれども、GHQ の地雷はね、実は韓国だけじゃなくて、まあ、その旧日本が、統治してた地域ね、うん、そうそう、親日の人とは全然私も仲良くしてますよ。うん、でね、親日の人たちも言いますもん、普通に。ちょっとおかしいって。普通に普通におかしいって言いますからね。うん、そうね、だって日本にいて反日はねえだろって普通に考えたらそうだよね。だってね、いや私は本当それだけに尽きるんだよね。うん、でまあアジアに限らずね、日本語を一生懸命頑張ってる外国人は本当努力がすごいですよね。本当その通りよ。うん、そうそう、そう、韓国人ね、まあ、一概に嫌いってわけじゃないからね。まあさ、こいつあれだけどね、まあ私の母親だってね、戦時中の、まあ、朝鮮半島で生まれてるんですよ。まあその両親全然日本人ですけど、母があれかな、小学校1年生になる頃かな、うん、帰国してきてますから、終戦と同時にね、うん、そうね、うん、でね、反日してたら日本で働くのは難しい。本当はそれが当たり前なんですよね。うん、当然だって私たちがね、例えば、まあ、中国はちょっと極端だから、まあやめといて、まあ、韓国もちょっと極端だからちょっと置いときましょう。例えば私たちがね、お仕事をするのに、インドネシアに行くとします。でインドネシアに対してすごく攻撃的なことを言ってたら、インドネシア人いい気持ちしないじゃないですかね。まあそういうことなんですよね。そう、自分の国で反日してるコリアンはね、私もどうでもいいと思います。ほっときゃいいんです。うん、ね、ね、大阪民国とかね、うん、生ポの不正受給とかね、ありますね。まあ別に、その辺はご自由ですからね。別に自分の国で何するのは勝手なんですけど、ただ日本に来て我が国の国境を焼くのはやめてくんないかなってのはありますよね。うん、あと陛下のね、写真を焼いたりとかね、まあそういうちょっと無礼なことはもう我が国においてはそれはもう許されないことですし、国旗を焼くというのはね、もう全世界的にね、もうそれはヘイトじゃなくて、もう本当に重罪ですから、国の国旗を焼くっていうのは重罪なんですよ。ね。それはちょっと覚えておいていただければなと思いますね。はい。うん。あ、インドネシア。それに断食月あるか、あ、そうだね、ラマダンですね、ありますからね。イスラム教の国にはラマダンはありますからね。うん、はいね、やりすぎ。本当ここ日本ですからね、おっしゃる通りです。コンティニューコインありがとう。あ、コンティニューコインバックもありがとうございます。はい、ですね、はい。でまあまあそんな感じでね、続けていきますけど、まあ主にですね、今入国が多いのはまあ韓国ですね。まあそれから
なんだっけ、韓国と、それからまあベトナム多いですね。うん、はい、ベトナムも多いし、そうだな、あとは、まあ、タイとかも多いですね。あと韓国ももちろん多いですし、まあ多いんですけど、まあとにかくね、別に反日ってことはないんですよね。いや、そんなに嫌いなら来なきゃいいのになっていうのが本音なとこです。でね、よくほら、ね、ヘイトスピーチヘイトスピーチっておっしゃる方いますけども、じゃあそのいわゆるね、まあ半島の2国、まあ、それからチャイナ以外の国で日本に来て反日やってる国ってないと思うんですよね。だそれはちょっと思いますね。はい、まあ、ということで話題戻しますけど、まあね、現場においてはですね、非常にこう言葉がですね、障壁になります。で、医療用語が分かっていただけないというね。だもちろんそのね、なんていうのかな、何が困るかっていうと、例えばね、変な話ですけれども、お腹とか首とか、まあ、そういうところは分かるんですけども、胃とかはね、胃とか例えば腸とか、肝臓、まあ、肝臓も分かんないこと多いな、なんですけど、そういう病気の状態を説明しようとしたときに、内臓の場所の話とか、ね、そういうのが分かんないから非常に説明に困るわけですよ。外国語を母国語としてない人たちにとってはね。日常会話でまずね、膵臓だとかね、血液とかあんま話さないと思うんですよね。Google に託そう。まあ悪くはないですけどね。あの語訳っぷりはすごいですからね、Google 翻訳のね。面白いですけどね、あれはあれでね、見ててね。そう、外国人来ても伝わるようにコミュニケーションのボーダー、まあありますね。ただあれはね、ほんとね、入り口のボードなんですよね。だからこう、細かいこう説明とかね、あと今ね、こういう状態でって、本人がお話しできない時とかね、する時にはちょっと難しいんですよね。で、ましてその本人がお話しできない状態で、後から来ていただいた方。ただで、その通訳がついていないと、もう本当に大変になることは多いですね。そうなの、伝わらない辛さ。こっちが話せるけど言ってることが全く通じない辛さね。医学模型を置いてない、いや、模型を置いて伝わるとかそういう話じゃないね。まあね、変な話なんですけど、例えばカナダという国はありますよね。カナダという国は皆さん英語だと思ってる方多いと思うんですけども、実はカナダって英語だけじゃなくてフランス語も話される方結構多いんですね。で、でもフランス語を話される方でも英語を認識することは可能なんですよ、あの国の人たちって。だからその第二なんていうのかな、第二国語としてフランス語が存在しているので、まあそのなんていうのかな、何を言ってるかは分かるんですよね。そうそう、ケベック州とかね、フランス語ですね。はい、だからそういう次元であって、でまあね、いかんせんもともとがね、ラテン語から派生している言葉なので、まあ名詞の言い方とかね、そんなにはなんですけど、ただ医学用語になるとね、もう全然違いますからね。同じラテン語から派生したドイツ語と英語じゃえらい違うからね。もうね。そういうのはあります。はい。また日本人は、ジンジンする痛さとか、そう刺さるような痛さとかね、日本語って比喩表現の塊なんで、非常に難しいですよね。そう、外国人には本当難しい部分があるんですね。だからまあその痛みの具合とかをね、こう示すっていうのは、まあそういうのはね、こういわゆるボードとかあるんですけれども、病状の説明だよね、それが一番難しい。
まあ、せめてね、こっちの言ってる言葉がね、通じてくれるんでいいんですけど、一番は、やはり向こうは、一生懸命話してるんですけども、それがこちらに通じないことですよね。すごく丁寧に聞き返しはしても、やはりね、ね、そういう時なんで非常にね、こう、気が立っている時もありますから、なかなかね、難しいですね。うん。そう。で、フランス語に関してはね、日本語と発音がすごい似てますよ。うん。もともとね。うん。もともと、フランス語はね、うん。似てますね。H の発音しないってジョーク思い出した。なるほどね。あ、そういうのがあるんだね。それは知らんかった。ね、ということです。はい、うん、ん、入れ歯取れた、違う、歯にホタテが詰まってた、うん、まあいいや、こんなことはどうでもいいか、うん、ということですね。はい、まあね、こうね、そう、うん、ハモるないからね、音、そう、フランス語ね、うん、ハモル、そうね、はいね、うん、ハナコ、アナコ、あ、なるほどね、アナコね、そうですね、うん、ありますね。ただ日本語の名詞とかあるじゃないですか。横浜とか横浜とかね、そういう発音がありますよね、違い的に。まあ最近はあんまりそういう地名の発音の仕方しないんですけれども、やはりね、発音がしにくいですからね、普段そういう、発音をしてない、ね、地域の方々とかね。うん、まあいかんせんね、困ったことに、こっちの話は通じるけど、相手の言ってることが何だかわからないので通じないっていうのは結構、うん、英語をボコボコとしない地域ではね、たたたたあるのかな。まあ、そのためにはこっちのリスニング力を上げるしかないのかなっていうのはね、まあ、ちょっと感じてはいるけど、でもなーってなりますね。そうなんだよね。外国語をね、ね、ね、はい、そうですね、アナルですね。はい。外国人を受け入れたことがある医療機関の約3割が不払いを経験しているみたいです。言語など不慣れですぐに帰国する訪日客に関するトラブルが多いみたい。そうなんですよね。やっぱりどうしてもね、こうキャッチボールうまくいかないんですよね。そういうので不払いになっちゃうケースありますし、でもう一回出国されちゃうとあんまり追えないですね、ぶっちゃけた話ね。セックスの時に発音しないって、勘違いしたジョークがね、あ、なるほどね。はいはい。うん、日本語名で卑猥な名前になる名前もあったりね、フランス。まあ、それは日本人も同じですよ。うん。結構ね、日本語の名前で海外で行ったらね、その名前がうんこだったとかね、それから非常に卑猥な言葉だったりとかで、こうよくありますよ。うん。私大丈夫だったみたいですけどね。うん。意外とあります、それは。うん。そう、あ、パジェロね。そうですね、私の友人で言いましたよ。なんだっけな。どこの国の言葉だったかとかわかんないですけど、なんだっけ。お尻舐められたっていうね。うん。あ、そうそう、あ、南米ではモンテロ、うん。モンテローか。モンテローという名前ね。あ、なるほど。あ、そうそう、カガさんね。うん、カガさん要注意ね。うんこになりますからね。うん、カガっていうのはね、うんこって意味ですからね。はい、どこの国だっけ？どっかの国でね、そうですね。結構ね、だから名前でね、名前がこう違う風に聞こえちゃうっていうのは、もうこれしょうがない。世界各国。うん。どこ行ってもあり得るんで。うん、もうこれはもうしょうがないね。はい。ね。そう、磯野カツオさん。うん、私はね、チンポ。うん、なるほど。スペイン語か。あ、スペイン語だね。スペイン語でうんこだってね。かがってね。そういう意味だよね。
アイヌ語でオサマがウンコって意味本当？アイヌ語よくわかんないんだよね、俺ね。正直言って。そう。アイヌ語はね、実際ね、アイヌ語って面白い言葉で、文字ないんですよ。言葉としてはあるんですけどね。ちなみに、琉球の島言葉もそうです。韓国では坂下さんがダメ。あ、そうなんですね。え？坂下さん？何や？何や？何だろう？そう。ゴールデンカムイ行って漫画読むといいよって。あ、なるほどね。加賀、そう。ね。というのがあります。だからね、結構ね、そのね、現場とかではね、多いのがやっぱりこっちの英語は通じるけど、向こうが聞き取って、向こうは聞き取ってもらえるんだけど、ゆっくり話せばね、もちろんね。でも、こっちがね、聞き取れないっていうのが、すっごい私の召喚として多いかな。それは多いですね。ただ、でもまあ、だから、英語が、こう、ある程度、その普段の日常会話の中で、だから、第二、国語の中に入ってる国とかは全然 OK ですね。佐々木先生ね。ひんな、は言うな。確かにね。それは有名ですからね、そういうのはね。だからもうほとんどわかんないですよ。アイヌ語とか。そう。ねえ。まあね、まあダメですよ、そういう名前でね、いじめたりしちゃうね。だから何て言うのかな、なんかそういうやり取りをするためのツールは必要かなとは思いますね。で、やはり英語を母国語としてる人は大丈夫なんですけども、英語を母国語としていない人の発音の悪い英語をいくら翻訳機に突っ込んでも、とんでもない言葉が出てくるので、それはちょっと難しいかなと。だからやっぱそこはこう、人であるとか、人工知能を内蔵した翻訳機を使うしかないのかなと思ってますね。人間同士が会話してると、なんとなくこれかなって察することができるんですけども、なかなかね、わかんないこと多いですね。で、あと、その、こっちが、その、だから、医療用語的に伝えてもわからないので、まあ、例えば、そのね、そうだな、例えば、十二指腸だったらね、って、ここに、ジェスチャーで示して、こうね、まあ、胃の先の、まあ、管みたいな言い方をするっていうね、そういう風な言い方しかできないかな。美味しいがみやとかね。ありますあります。まあね、日本にもやはり津軽弁と、琉球のね、島言葉で話をしたら会話には成立しないってぐらい、まあ同じ日本語でもね、こんだけ開いてますから、そう、シリでね、発音練習したら全く違う単語出てくるでしょ？だから、やっぱりその、英語を母国語としない人が一生懸命英語で話しかけても難しいところあるんですよね。やっぱ私もその発音に関しては相当練習しましたから、小さい頃からね。だからもう、完全にその辺はね、まあ一番はアルファベットを正しく読むことから始まるんですけどね。っていうのはありますね。はい。そう。いや、発音綺麗な人すごいよねっていうか、まあね、かなりあれはね、だって自分の国の言葉じゃないんだから。そう。ああ、弘前大学医学部は津軽弁が必須らしい。そうだよね。診察何年もんな、あれじゃ。東北なまりが抜けないので、シリは英語版です。日本語認識されない。ダメ？東北弁。俺結構行くけどな。まあ、ほとんど山形の言葉多いですけど、あと、北海道っぽい、ね、北海道っぽい山形弁みたいな感じね。ってなるか。ああ、そうね。でも、
英語話すときはこうモード切り替わりますよ、やっぱり。そうね。だからね、たまにこうね、ずっと使ってないと使えなくなるんで、たまに意図的にこう、使ったりとかしますよ。一人ごとでね、こう、例えばラジオついて、こう、英会話聞いたりとかね、しながら、こう、自分で発声したりとかしたりはしますよ。あと、あえてこうね、英語版聞いたりとかしないと、やっぱわけわかんなくなってくるんでね。いや、北海道っぽいって、それは北海道の人だからね。まあ、しょうがないです。お、すげえ！弘前大学は津軽弁翻訳を AI を開発してるんだ。すごい。へえ。そうそう、函館はね、もう津軽弁そのものに近いですよ。函館と青森ってものすごく交流があって、むしろその函館って札幌とかとあんまり遠いんで、物理的にね。遠いんで、あんまりそんなに昔は交流なかったですよ。で、だからそのあれじゃないかな。まあ、いわゆる物流だけじゃないですかね。函館は異常にイカ取れるし、その以外の地域ってそんなにイカ取れるわけじゃないし、あと函館でそんなにイカ取れないから、逆に函館にイカ持って、カニね、カニか。イカじゃなくてカニね、持ってったりとかね。今は函館不良ですけど、昔は本当函館って、函館の湾で光つけとけば、イカ寄ってきましたからね。サンマ飲みたい。ね。サンマね。カニ、カニね。カニこれからだね。だな。まあね。はい。お茶10ありがとうございます。中すすり。拍手ありがとうございます。はい。ね。まあ、でもね、いいとこですけどね。まあでも北海道もいいとこだけどね。まあ東京もね、いいとこたくさんあるし。あ、甲羅に潜りますってことでね。はい。だからね、結構ね、医療現場はね、そういうとこでは苦戦していますし、これからもっと苦戦すると思われます。で、根本的な解決策があるかっていうと、英語が話せたからどうにかなるって話じゃないってことを結構知っといてほしいかな。なぜかというと、こっちが言ってる英語を認識してくれるけども、向こうが言ってる言葉をよくわからないことがある。ね。国があることはいいことだわ。本当そうですよね。そう。まあ、だから、まあ、それをやっちゃうんだったら、ね、中国語を理解できる人を連れてきちゃった方が早いのかなとかね、まあ、ロシア語であるとかね、韓国語であるとかね。で、またこれ韓国語もね、北と南でちょっと違いますからね。難しいところはあります。で、英語はね、まあ、イギリス式とそれから、アメリカ式があって、固有名詞とかね、ちょっとその若干ね、形容詞の使い方とかも違いますから。でも、その程度ならね、まだわかりますからね。で、すごくなまった英語がオーストラリアですね。もう、時々なまりがすごくて、私の中では、英語版の津軽弁と呼んでるのがオーストラリアですからね。そう。はい、玉さん、キャス君ありがとうございます。そうそうそう、違いを認めながらね、どう理解していくかだと思いますよ。だからね、結構この辺は課題じゃないかなと思うんですけど、すごく地味な努力が必要かなと思う。だから単純にね、その医療現場にそのバイリンガルなスタッフを置いたところで、相手はね、英語を母国語としていない、海外に渡航するために英語を一生懸命勉強した人たちなので、必ずしも英語で会話が成立するとは限らないってことを頭に入れてやった方がいいとは思いますね。だからその近道として、まあ私がやってみているのは、例えば、韓国の方であれば、もう韓国語は、まあ、比較的簡単ですからね、覚えてしまうとか、まあ、あと中国語の、そういう、なんていうの、まあ、中国語はちょっと難しいんですけどね。まあ、ある程度、こう、習熟してしまおうかな。
っていう、まあ全然できないんですよ、私。英語、中国語がね。うん。にしようかなとかね。まあそういうのは考えますよね。というのがね、そう、中国語はね、発音もそうなんですけど、まあ、あのね、ヒアリング大変です。うん、正直言って。中国の方がお話をされる英語っていうのはね、まあ、私、投資銀行にいた時からそれはすごく感じてて、聞きにくいなとは正直と思ってました。やっぱ中国の方とかでも、そのアメリカの会社の投資銀行だったので、まあ、その中で会話するときは英語なんですよね。で、やはりその中でもやっぱり聞き取りにくいなとは思ってましたね。まあね、そういうのがあります。はい。なんでね、まあ、これ問題はね、非常に深いので、なんかね、こう、いい方法があったら、ぜひこうね、ちょっと力ちょうだい、拝借して、したいなっていうところではありますし、分かってることは意外とその、電子手帳とか、電子翻訳機とか、あれは役に立たないかな。ただ、中国語で喋ってもらって、中国語対応の電子翻訳機の方が使える。これは分かりました。だから、一生懸命英語喋ってくれてるんですけど、もう、その国の母国語で喋ってもらって、翻訳機を通した方がグッドですね。はい。まあ、それが、いいと思います。まあ英語ね、本当一生懸命勉強してくれるんですけど、やっぱりあれですよ、電子翻訳機がヒアリングできない英語って、人間が聞き取ってみて、もうそれでも分からない英語はやっぱ無理ですよね。本当にそう思います。はい。ただし、リーディングとかできるので、普通にね、書いたりとかはしてもらうと読めたりするんで、それが可能な時はね、そういう風にしていただくと、コミュニケーションしやすいと思います。はい。ということで、57分ですね。はい。なりましたね。だからね、こう意外と、現場でその、言語で困った時は、まあ、書いてもらうっていうのができればいいんですけどね。できないケースもありますから、まあ、そういう時は、諦めてですね、翻訳機をポンと持ってきていただいて、その、方のね、元の母国語で話をしていただいた方が、会話ができるのかなと思いますというね、お話でございました、本日はですね。はい。はい。ダメだよ、イエナさん。また聞いてね。はい。ってことでね、はい。今日のね、まあ、お題の方は、なかなかね、医療現場における、言語の壁ってとこですね。そもそも考えてみてくださいよ。だって、私たちだって、英語で内臓の部位言われたって、さすがにそこまではって思いません？と思うんですよね。なんで、まあ、同じような身になって考えてみると、ああ、これはかなり大変なことだなってなるんで、ぜひね、ちょっと、なんかこう、ね、英語以外の国の言葉ができるような感じだったら、ちょっとありがたいな、とは思ったりしますね。はい。まあ、即役立つのはやっぱりあれですよ。最近携帯のアプリとかでもありますけれども、電子翻訳機。あれを自分の国の言葉で話していただく。もうそれが一番解決かもね。ほんと思います。最近。はい。オーストラリアはね、そうなのそうなの。しょうがないの、オーシーは。オージーの訛りはほんとすげえから。もうほんとに。分かってて聞いてると、でもね、オーストラリアの英語は聞けます。分かりきってて、訛りが強い。ああ、多分これこう言ってんだろうな、と思って聞けば聞ける。today's ね。そう。today が today ね。そうそうそう。なるんですよね。な、しょうがない、しょうがない。って感じですね。はい。じゃあ、59分30秒になりますんでね、そろそろ終了したいと思います。はい。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。はい。あ、カメさんお茶ありがとうございます。はい。
ね、はい。はい。お疲れ様です。はい。なんかありがとうございます。YouTube の方はチャンネル登録も、できましたらお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。はい。では、すいません。ありがとうございます。